ドーンですよ。ドーンで。シャ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 。本日はね、川をちょっと背負って、僕はだから隅田川代表、荒川代表、多摩川代表、勝手に対抗戦をやらせていただきます。はい、よろしくお願いします。今日はこうなんですよ。埼玉、東京、神奈川。よし。おー、よいしょ。よいしょ。いや、めっちゃいいじゃないですか。なんかみんなまっすぐ行って、川対決だけにいい流れだった。おお。うまい。いや、めちゃくちゃいい。多摩川の意地見してんな。俺本当はさ、一番近い川見沼大温泉なんだよね。帰る帰る。いや。オッケー。テーマが山にします。高尾さんぐらいしかないよ。4番ホールパー3、201ヤード実測今日は204。さあ、エンジョイガチ対決。懐かしいですね。まあ、基本そうなんですけどね、うん、テーマ変わってません。え、何？別然川でしょ。川別然川じゃない。あ、やってたっけ川。いや、なんか川途中でなんか川やめるとか言ってたけど、俺は川を脱落しました。はい、嫌がりました、荒川が。完璧。いや、これ石届かないかも。よいしょ。うん、ちょっと手前か。うん、ナイス。まあ、ここは乗ればね。はい。うん。さて、205ヤード。はい。4番ヤード。ちょっと右から捕まえていきます。飛ばないかもしれない。はい。すごいじゃん。そう。なんでさ。あ、飛んでないの。あ、ショート。まあまあまあ。薄かったよね。でもだからミスがこっちってことでしょ。そうっすね。いいと思う。触れてるってことかな。うん、触れてるよ。4番ユーティリティでいきます。はい。ん？あ、バンカー手前か。はい。左。バンカー左。バンカー左ね。アウター。アウターね。冬のアウトまで言われた。あのアウター、ね。いやいやいや、まだあったかいから秋だからさ。凍ってくんないと本領発揮できない。うん、アウさんって言ったらやっぱり冬が入る前に、うん、やっぱこう MA1 みたいなの着て練習しだすから、誰よりも先に。ああ、早い。木太りした状態での練習を。なるほど、ね、よく見てる。当たり前じゃないですか。もうジミー今何打差？俺とジミー。あ、俺と、うん、玉川と、うん、玉川と何打差？7打差か。どう埋める？これ以上離れたらちょっとやばい。まあまあ、さすがの荒川も。荒川もね、干上がる。干上がる。まさかの干上がる。あ、八郎方に続く干ばつ。干ばつになるな。危ない。荒川引き上がったら終わり。終わりですよ。日本終了だ。ちょっとね、上流のダムを全部使い果たした。そう。解放されたんですか。もう全部今解放したにもかかわらず適量。やばいやばいぞこれ。こっからだぞ。雨降ってくんないと。これ大丈夫か。みんなこの川トーク面白いと思ってくれてるから。いやいや、頑張って広げてると思うよ。俺らはなんか思い入れが少しだけあるから、なんとか盛り上がってるって。関東じゃない人はきついかもしれない。川トークは。川トークおもろいな。してる側はおもろいんだけどな。60ヤード。はい。58。はい。うわ。行っちゃった。完全行っちゃった。ぼやけた。4打目。ヒルクレストから1番へ。はい。またヒルクレストだったんだ。ちょっと待って。俺やろっか。珍しいね。何でやるやろ。オッケー。おお、めっちゃいいね。ナイス。ちょっとカメラ捉えられないけど、ものすごい近いです。ナイスパーだな、あれ。ちょっとね、安黒特別ルールで打ち進めますか。うん、打ち進めといて、うん、よいしょ。さあ、前半戦オクラが見えてきた。絶対オクラにさせない。これ絶対オクラにさせないぞ。いや、もう絶対ある、あれは。ジミー、オッケー。ナイスパー。準備 OK。 うん、ナイスパー。ありがとうございます、うん、ちょっと探してくる俺。はい、お願いします、うん、はいはい。今日は産んでもいい。産む球がない。20m 結構長いパット。 20m
はい。ああ、ちょっと打っちゃったかな。しょうがない、ね。うん、まあでもしょうがないですね。パパッと。はい。メタジャックですか。いやだ嫌なパーパットっすよね。やっぱね、ちょっと残りましたから。6段目。いいよ。いいよ。うわ、オッケー、ナイストライ。素晴らしい。ナイスです。さあ、ボギーパット。うん、ナイスボギーセーブ。ナイスです。はい。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あ、ちょっとね。荒川が。俺ちょっと多く NG にするわ。俺オクラにさせないよ。こっから俺は巻き返すよ。ゴーンパフォー374。右と左だったらどっち？うん。左なんだけど。うん、左も左でダメ。右 OB で左はねロストする。うん。なるほど。一番今マッチ。準備いいプレーしてよ。うん。ああ。一応しました、これ。いや、まあドライバーなんですけど、まあゆったり系のゆた彦で。ゆったりゆた彦。ここはあんま飛ばさなくていい。どう？左ライン。あれは。あ、OK。バンカーってない。おう。お？ちょっと怪しい。あ、もう。どうだ、あの。ある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 。バンカーの右。入ってない。入ってないです、入ってない。バンカーのあの真ん中のモコってなってるところ。さあ、伸びやってるからうちの。さあ、準備暫定球。言い訳じゃないけど、マジでこのシャフト引きづらい。うん。よっしょ。ドロップしてる。ドロップしてんね。ちょっと飛んでないよ。うん、ちょっと飛んでないと思う。地味にしてはね。うん、ちょっと飛んでない。ああ、弓のは多分行っちゃってるからな。いや、もう絶対僕ない。あれ行ってるよね。ここ浅いんだよね。安くなるもバンカー届いてないんだ。届かない、届かないさ。フルバックだとあそこから行かないですね。うん。そう、フルバックで普通に当たるとちょうどあのバンカーぐらいの距離になっちゃうから、結構むずいんですよね。今日はね、月例で、え、グロス？ハンデがまだ出てなかったんで、うん、B クラスで入賞のあれがなしなんですよ、ね、権利が。なんですけど、まあ、全体の中で、うん、まあ、ワンオーバーで、グロスは別グロだったんで、まあ、でも A クラスの人たちはフルバックからやってるから、うん、まあ、月齢なんで、ちょっとその、なんか、和やかな感じでやってるんですけど。いや、でもそれでもすごいよ。でもすごいよ。マジですごいよ。いや、フォークの青も結構タフだからね。そうそうそう、うん、前半1アンダーで、うん、前半1アンダーでしたっつったら結構レストランがざわついたっつって。そうでしょ、これ。それはざわつく。大物ルーキー初月齢でみたいな、うん、やっとフェアウェイから打ってる。いや、だからラフだって。いやもう俺もバクってるわ。38打ち下ろしもあるもんね、うん、ピンポジ手前ないから8にしてる。おい、おお、刺してるよ。お、え、どこ？左持ってかれたね。なんか刺してたのにね。120ヤード。いい。うん、奥乗ったかな。うん。ナイス。100ヤードちょうど。ピッチングで。ちょっと。うん、ちょっとかな。うん。なんとかダボで上がりたい。うん、うまい。結構左持ってこれましたね。マジで刺してたんですけどね。あ、手前だったのかな。手前の土手で。あ、うん、それで左バウンド。うん、でもアウトあれ入っちゃうから。入れよ。アウさんあれ入れちゃう、うん、入れないともう、うん、入れたからさ。入れよ。別にあれっすよ、そのプレーが悪いからオクラとかにしたことは僕あんまりないですけど、皮トーク持たねえかなってずっと思いながらやってるんで。、うん、
ハーフぐらいがちょうどいいかなっていう、そういう見込み、俺の感覚。8ヤード、はい、50度、はい、うまい、うまい、はい、はい、入る、入る、ナイストライ、オッケー、ナイス、ナイスパ、結構あります。 20m はあるかな。うまい、めっちゃうまい、オッケー、ナイス、ナイス、これどうす、今のは良かった、完璧だったね、ありがとうございます。タッチ、ライン取り、すべてが完璧でした。今日褒めるじゃん、一番褒めてるけどね、俺自分のことね。14ヤード、バーディーパット、はい、やばい、あ、伸びるな。うん、隅田川の流れは遅いイメージがあるからな。持ってきたね、急に。広げて、忘れかけてきた頃の川トーク。2番目が一番危ないんだから。パーパット、決めた、おっ、オッケー、次、うまい、うまい、変わり場もう終わった、川トーク終わった、終わってないです、まだ大丈夫、全然そこが見えないよ、川トークは。そうだよね、うん、川だけにね、うん、川は割とそこは浅いか、うん、あ、まあ、君たちの川は浅いかもしれない。ああ、そうですよね、こっちは場所によるでしょ、深さは分からんでしょ、もうジェットスキーやってんだよ、川は。それすげえな、隅田もやってますよ、玉川ってやってる、やってますよ、まあ、僕は今隅田川のあれじゃないけど、玉川なんか上パラグライダーってやってますか、ウェイクボードやってる、あ、じゃあかなりあれですね、アクティビティが盛んですね、あれがあるからね、なんか、鳩場みたいな、あー、はい、あ、なるほど、ね、それはないな、あの、船が川でね、計画してる、あ、多分ね、ある川、川口にある、まあ、隅田川のね、うん、汚いイメージがある、汚い、そう、うん、だから、汚い、ね、あんまりね、それはね、僕らも認めた上で隅田川をめでてるんですけど、花火だよね、花火大会ホルダーなんで、隅田川、こっちもありますよ、戸田花火大会と、ね、板橋花火大会合同の、なるほど、玉川もありますよ、玉川大花火大会大だね、大がつく、ルアッパーフォー38、いいですか、私から、うん、そりゃそうですよ、ちゃんと代表してやってくださいよ、いいですか、お願いします、9ホール対決、ええ、ちょっとあのフェードにします。あ、フェードにすれば、もう何気にドローを打とうとしてたんだ今日、ああ、なるほどね、だからみんな右でしたじゃん、うん、で全然捕まってなかったから、うん、ちょっとあのフェードにします。なるほど、作戦変えてきた荒川、出た荒川フェード、いいよ、それじゃん、これでよかったんだ、お帰りなさい、ナイス、はい、オッケー、荒川、そうだよ、これだよ荒川、お帰り荒川、お帰り、これでよかったんだ、そういうことっすよ、うん、ナイス、うん、ナイス、もう体が保てない、うん、スピンアウトしてる、うん、ちょっとやっぱスピンで多い、うん、しょうがないよ、今日朝マイナスだもん、マイナスだよ、マイナス、マイナスだったっけ、うん、氷点下ですか、氷点下、氷点下出た、何それ、え、天下林、天下林何それ、それも隅田川、スペンチムのテレビ選手時代のそうなんだ、なるほど、よいしょ、完璧だ、シャフトが馴染んできた、うん、よいしょ、でもぼやぼやしてんな、うん、ぼやぼやしてんな、ぼやぼやしてる、ぼやぼやしてんな、うん、さあ玉川対決、アタック対決してますおい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 、持ってっちった、ふざけんじゃねえよ、巻き込むなよ、巻き込むなよ、何戻ってされてんじゃん、うん、うちらが玉川の内部構想に巻き込むなよ、全部巻き込んじまうかな、うちの川に、玉川は後にどこに出んの、駿河湾、俺知らねえ玉川ってどっちに行ってんすか、俺が知ってるのは神奈川側でしょ、うん、さーって抜けて、うん、その辺の海と出くわしたりしていくんだよ、うん、
隅田川はあれシンゴジラがあの登ってきたとこ。あ、そうでしたか。登ってきたところ。そうかもしれない。そんなでかいの隅田川。最初シンゴジラが登ってくるのは結構狭い。狭いのよ。あの本当に隅田川の支流を登ってきたと、あれ多分。そう、あれね、見た感じなんか多分柳橋とかそういうところだったよね。をイメージしてる感じです。ボートとかね、いろいろ巻き込んで、あの屋形船とかがあるんですよ、浅草橋に。多分その辺をイメージされてたんじゃないかなって思うんですよ。東京湾からこう隅田川を登ってで、あそこに入って、で、東京をこう、あれ、第一形態の時だよね。そうですね、ジュニア第二形態の時に登ってきたことだよね、多分。まあ、ゴジラ来てくれた、うちに。うちに来てくれてたんだ。そう、知らんかった。本番や、ハカチユニアと。はい。うん。うん、ちょっと、おお、左キックした。多分、ワンチャン乗ったのね。はい。ハースさん。170ヤード5番やんで。おい、170あんだ。うん、おっ。じゃあ、右キックしてくれるかな。あ、ここ。あ、まあまあまあ、あるある。右奥のあのバスケットの奥。いや、やっぱ体動かないから捕まんないっすよね。手で捕まえようとすると抜けるからな。でもなんか振り切っちゃうと。そう。嫌なあれだ。ペラるんだよね。7番やんの残り150。はい。ピン手前なんでちょっと大きく見たなって感じです。ちょい捕まりだけど。あ、バンカー入っちゃった。やっぱ届いてないね。うん。だらけてる人がいる。だらけてる人がいるな。ハンドルにタレパンダしてる人がいる。あ、わかった、アウさん。あれだな、最近ゴジラマイナスワンだっけ、アラサーちゃんと見に行ったから、なんかゴジラトークしてんな。さ、ジュミ3打目25ぐらいかな。よし、ちょっとね、湿ったあれで。さあ4打目。うわ、入んねえ。それね、ちょっと待って。いや、でも大丈夫。ああ、ナイスアウト。さあ5、ああオン。さあ、ウさん3打目。はい、3m、 なんだね、こっち側はすらじゃないだろう。まあでもそう見ちゃうよね。うーん、ナイトラ、パーパット。おー、曲がったな。 OK です。ナイストライ。OK、パーパット。ナイスパー。よいしょ。これが6打目だよな。6打目。はい。ラボで収めたい。うっそ、ショートした。ライン読めそう。オッケー。取り。5つ。ということで、第2話、終了でございます。うん、それぞれの皮を背負った、この戦い。勝ったら、勝ったらどうなります。その皮に住める。住める。そのリバーサイドに住める。住める。永住権。住めんのかな、わかんないけど。拒否する。拒否する。拒否したい。うん。ということで次回もね、うん、見てください。お願いします。リバーサイド。リバーサイドゴルファー。ゴルファー。レペゼン。玉川。